はい、今日はリクエストで、ダンベルのみを使って肩を鍛えるワークアウトを紹介していきます。でもベンチとか台を使わずにもう純粋にダンベルのみで、鍛えていくので、まあ、ぜひ参考にして、見ながら一緒にやってみてください。最初はプレス系の種目から入っていきます。まずアーノルドプレスから手の甲を正面に向けたところから返しながら上げていきます。上げたところで手のひら側が今度は正面を向くように、上げていきます。Stay away from those who are toxic. Keep them out your face. No way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you could take it.次は三角筋の中横ですね。肩の張り出しを作るためにラテラル、サイドレイズを最近は3段階に分けてやってるんですけど、この一番伸ばしたところからここまでの範囲、そしてここから、まあ、肩の高さが、そして最後が最大限を収縮させるためにここから上まで上げていきます。まあ、ベンチがある場合はインクラインで角度をつけてやると非常にやりやすいです。まあ、今回はベンチなしでやっていくので、ベンチがない方も安心して挑戦してみてください。まず通常のサイドレイズからやっていきます。Mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.次はサイドプランクの体勢からやっていくんですけど、まあ、もちろん、ベンチがある人はインクラインのベンチを使って、やって大丈夫です。ない人はサイドプランクの体勢 でこれ体幹すごい自信がある人はもうこの状態でやっても大丈夫なんですけど、まあ、肘ついたり、まあ、今回は肩にしっかり、集中して鍛えるために、比較的楽な体勢、まあ、ニーリングのサイドプランク、この体勢でやっていきます。まあ、手首痛みが出やすい人はこう肘がついた体勢
で行ってください。三角筋チューブのラストはしっかり上まで上げて最大限収縮させていきます。最後はリアですね。三角筋後部、肩の後ろの筋肉を鍛えていきます。ちょっともう疲労困憊なんですけど、というのも取り直しが何回かあって、ちょっとセット数を余計に多くやってしまってるんで、ちょっともう肩が剥がれ落ちそうですけど、頑張っていきます。最初はちょっと重たい重量で、肘が曲がってもいいんでやっていきます。重たい重量でまず 3,4 セットやってから、その後、軽くして、今度はなるべくしっかり肘を伸ばし気味に、しっかりコントロールした丁寧な動作で、また 3,4 セットやっていきます。Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.はい、ということで、肩が剥がれ落ちそうなぐらい、しんどいダンベルのみを使った、肩トレーニングでした。
まあ、トレーニングというのはやっぱりこう自分の好きなことを好きなようにやるのが一番モチベーションもアップするし継続していくための必要な部分だと思うので、まあ、参考になりそうな部分とかを自分のトレーニングに取り込んで、まあ、トレーニングが長く続けていけるようにこれからもいろいろ既存のトレーニングからオリジナリティあふれるトレーニングまで紹介していこうかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。